はいさい皆さん、ドブネズミみたいに美しくなりたい大輔さんだ。ということで本日紹介するのは、カメラ界に革命を起こしそうな予感のこちらの方々だ。カメラストラップ使ってますか？あ、なんか今イントネーションおかしかったな。皆さん、カメラストラップお使いでしょうか？最近ですね、僕ソニー機に変えてからというもの、カメラストラップを使っておりません。もともとね、カメラストラップがあまり好きじゃないんですよね。いや、厳密に言えば嫌いではないんだ。学校とかにもいなかった、別にこいつ好きでもないけど嫌いでもないんだよなみたいなやつ。そういうポジションが俺にとってのカメラストラップなんだよね。で、僕ね、結構ジャケットとか着るんですよ。カメラストラップをつけるとね、結構ジャケットがぐちゃぐちゃになってしまいがちなんですね。最近ね、すごく面白いものを見つけたんですよ。写真機材系 YouTuber のツットンさんという方がいるんですけれども、そのツットンさんから教えてもらったんですね。なんかね、ツットンさんの腰の上でカメラが浮いてるんですよ。ツットンさん、それ何って聞いたら、あ、これピークデザインのキャプチャーだよっつって、こうカメラをね、腰につけるアイテムを持ってたんですよ。僕ね、あまりカメラ機材に興味がないので知らなかったんですよね。こちらです。はい、こちらを使ってですね、カメラを腰につけるという、そういうアイテムでございます。使ってみてかなり良かったので、皆さんにも紹介したいなと思ってですね、今回動画を撮っております。このメーカーはね、結構革新的にいろいろ面白いカメラアイテムを出してるんですよね。まあこれもかなり革新的なものの一つです。サンスタ。はい、こちらがカメラキャプチャーというもので、例えばカメラバッグのね、紐の部分、肩紐の部分につけて使ったりっていうのができます。腰につけたい場合は別のアイテムも必要です。こちら、はい、プロパッドというものですね。これをね、こういう風につけて、で、ここにキャプチャーがあるんですけれども、こういう風にすることによって腰につけることができるんですね。まあ、どういう風にするのかというと、こういう風にプロパッドでベルトを挟むわけですね。で、そこにキャプチャーでロックをするというようなイメージです。基本的には腰につけて使いたい人が買うものっていう感じになります。はい、で、さらにもう一つ買いました。ピークデザインのハンドストラップです。こういう風に普通にハンドストラップとして使うんですけど、なんでこれ買ったかっていうと、カメラストラップを首から下げる場合はストラップがあるからカメラの落下って気にならないと思うんですけれども、腰にキャプチャーでつけた場合はこういうね、腕につける紐がないとちょっと心配だよね、カメラ落ちそうで。だからこれも、合わせて買いましたと。まあ、このキャプチャーシステムを利用するのであれば、この3つは絶対に合わせて揃えた方がいいです。お値段的にはこのぐらいの金額で揃えることができます。どう思うみんな、これ高いよね。いやー、高いわ。俺も自分で今紹介しながら引いたわ。これ高すぎなんだけど、まあね、俺的にはかなりおすすめのシステムではある。ちょっと実物を見てみようか。この2つを組み合わせて使うんだけれども、実際に今から組み合わせてみます。こうパッドを開いて、ここにキャプチャーを通すイメージだと思う。これをくる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 回して開けます。こうやって開きます。これを先ほどのパッドに通していきます。通す時はね、このネジを抜き切らないとダメです。はい、ネジをこうやって外したらパッドに入れます。はい、こうやって通しました。そしたらあとはこうですね。で、ネジを戻します。両側しっかりと、脱落を防ぐためにね、止めます。はい、これで完了です。じゃあ実際にこれベルトにつけてみようと思います。ちょっと洋服をインして見やすいようにやっていきます。はい、まずベルトの下からこういう風にね、ぐーっと入れていって、よいしょ。はい、こうやってパタンとします。で、このキャプチャーをこうスコンとあっち側に持っていくと、こういう感じですね。で、この状態でネジをしっかりと両側止めちゃいます。この時にね、キャプチャーがこう斜めにならないようにクックッとね、指で下に押し込んで平行を保ってあげるっていうのが大切です。はい、こういう感じです。ビシッとね。これで OK です。もう絶対どんなことしても落ちないです。ちょっとちゃんまり試しに引っ張ってみて。うん、あっつ、強いよ、うん、強い。おっとっと、大丈夫だね。大丈夫でした。はい、こういう感じです。なかなかスタイリッシュで悪くないでしょ。ここにカメラをつけます。実際につけてみましょう。はい、今回用意したボディは α7R3 ですね。ミラーレスの小型のフルサイズカメラです。24-105のF4 のレンズを使っております。これをねくっつけていきたいと思います。多分ね総重量は軽く 1kg 超えてますね。結構ずっしり感あります。見た目よりセットでついてるこちらの、クイックリリースプレートですね。これを、こうくる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 っていう形でですね、このカメラの三脚穴に取り付けます。これはね六角レンチで止めるようになってます。付属の六角レンチで止めます。こちらのプレート、これねアルカスイス5貫なので、このままアルカスイス5貫の三脚に乗せれるんですよ。ガチャッと素晴らしいですよね。そのあたり、じゃあこれ実際につけてみたいと思います。じゃーん、こんな感じです。どう？いけてるでしょ。こうやって、でこのストラップがここで生きてくるわけですね。これをこう手につけてですね、こうやってシャカッと抜くと、あっ、落としても大丈夫なわけですね。ここがキュッと締まるので。今落として大丈夫なのはいいけど、俺今キャプチャーにカメラぶつけたけど大丈夫か俺。あっあっあっ、はい、っていう感じでね、こうやって体に装着します。で外す時は非常に簡単です。こっち側にさっき紹介した、ロックのボタンがあるので、こうカメラをガシャッと掴んで、その時にこの小指、余った小指でここのボタンを押してカメラを抜くだけです。この辺りが慣れてくると非常にスムーズにできます。こんな感じでね。皆さんでも実は心配してませんか？本当にそれカメラ落下しないの？分かりますとも、その不安。僕も不安です。なので今日は僕のこの α7R3 を犠牲にして実験をいろいろしてみたいと思います。レッツゴー。サンスタ検証って何するんですか？スポーツだよ、スポーツ。スポーツ、スポーツ。聞いてもよく分かんなかった。いや、俺も言いながらよく分かんなかった。笑っちゃったもん。はい、じゃあまずね、これをつけて、本当にこれが落ちないのか、少しずつ難易度を上げていろんなことをしていきたいと思います。まずは何か分かるちゃんまり。ラジオ体操。てんてんてれっててんてんてん。ちょっと待って、今笑ったからもったい。笑うよ、こんなもん。じゃんじゃんじゃらじゃ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 んじゃんじゃらじゃ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 んじゃんじゃん。次何？腕立て伏せ。おお。今の関係ないっすよね。うん。うん。じゃあもう一気に飛んでレベル100、逆立ち。いや、逆立ちしながら歩くやついる？これつけて。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、腰痛い。どう？傍から見てて大丈夫そうだった？カメラは大丈夫そうでしたけど、うん、大輔さんが何も大丈夫そうじゃない。いや正解。逆立ちまでやって大丈夫ならよっぽど大丈夫だと思わない？大丈夫。怖い。大丈夫。もっと連続ジャンプしたら全然問題なさそうです。結構ねしっかりしとるんよなこれ。次これつけたままキックボクシングやってみようかな。それ蹴った方が怪我するよね。熱い。そのシステムは大丈夫でもベルトがやられる可能性もありそうだね。ベルトはいいものを選ばないとダメだね。それだけは間違いなく言える。だって土台になってるの正直ベルトだからね。ということで検証は以上で終了です。まあはい、総評。結構頑丈で全然大丈夫っていうことが言えます。こうやってこうやってこうね。取り終わったら一回こうやって回して、スポッと取って。はい、このシステムね、ちょっと先進的でかっこよいので、もしかしたらね、これつけてキャバクラなんかに行った日には、キャー、何ですかそれ素敵ですね。かっこいいだろ。かっこいいです。ピークデザインのカメラキャプチャーとか。かっこいい。よいしょ。という風になること間違いなしです。はい、こちらの商品ね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、気になった方は概要欄から調べてみてくださいね。本当ね、一回これ使ったら、ストラップにはなかなか戻れないかなと思います。まあ僕はストラップも並行して使うんだけどね、ケースバイケースでね。ミラーレスカメラを使っている方はぜひこちらの商品ね、チェックしてゲットしてみてください。あと概要欄にサンセットスタジオ TV メンバーの SNS の URL 貼ってるので、ぜひ SNS もフォローしてください。また面白いカメラ機材を紹介していきたいと思いますので、これからも番組をよろしくお願いします。それではまた次回もお楽しみに。 See you!